どうもナオチンです。ドラゴンボールカカロットやっていきます。よろしくお願いします。ダウンロードコンテンツ、そして10年後をクリアしましたら、ここ強敵バトルが解放されました、場所ですけども、中央原野エリアの上のところですね。ここですね、ここに解放されてます。で、戦ってみたところかなり強いです。超級はクリアしたんですけども、超絶級がまだいってませんね。今日は超絶級を2つクリアしていきたいと思います。レベル280、だいぶレベル差がなくなってきたよ。いきます。それではまずはフリーザさんからいってみましょうかね。ダメージは全然入る。ただ向こうの攻撃が痛いんだよね。ある程度距離を詰めていきたいけど難しいな。だよね。もうここまでだ。カメハメハのダメージは結構ある。うそ、避ける、危ない、早めに倒したいけどね。よし、もう一発。なあ、ここまでだ。待て。長いって。よし、だいぶダメージ食らったな。あとセルとブーがいるのにダメージだいぶもらってる。おし、あ、誰か。すぐに終わらせていい。カウンター狙いでいきましょう。オッケー。よし、いい感じ。なるほど。いける。もう一発。あー、おし、オッケー。ラストブー、やばい。うーわ、勝てるか。分かってる。よし、近寄れない。いいね。よし、3発当てたい。元気玉でどう当たる。よしよしよし、本体倒したぞ。
もう一度残ってる。でも分身の方はそうでもないはず。油断しちゃダメ。よし、終わり。それでは最後のベジータ、おお、変身してるか。お互いレベル300なのでレベル差によるボーナスは発動しない。あ、でも、ダメージ入るよ。ただダメージもろ食らうってことじゃない。待て、バーストしやすいんだよねベジータって。やばい、えらい遠いな。おい、はい、ということで今日は新しく追加されました強敵バトルの、一番難しいとこ2つやってみました。攻撃力がさすがだったね。油断をすると速攻でやられそうです。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。